どうも、ねずっちです。ある市のですね、職員が、勤務時間中に麻雀をやってですね、3ヶ月の停職という処分になったというですね、記事が載ってたんですけど、これはもう言語道断ですよね。多分ね、この人はあれですよ。麻雀ね、ツモ以外では上がらないタイプだね。そう、論外ってね。論外です、こんなことはね。まあね、麻雀だけにこういうことをポンと言ってみたんですけどね。でもこれバレてね、処分が下った時、この男はね、チーって泣いたんですかね。麻雀だけにね。そんなわけないかね。ねえ、だけどこの人ね、課長クラスの役職だったらしいですけどね。きっと出世欲は強いでしょうね。だって麻雀やるぐらいですからね。役をつけて上がりたいってね。ねずっちです。では、また。